皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はテイルズオブアライズのファミ通紹介をしていきたいと思います。ダナとレナの運命を左右する6人の旅。ダナ人の兵士キサラ、キャラクターボイスは池澤春奈さんです。ダナ人の兵士で高い身体能力を持ち、レナ兵たちから一目置かれています。レナ製の装備を使いこなす腕前を持ち、ダナとレナの共存を信じています。土と盾による接近戦が得意です。接近戦が得意で、高威力・広範囲の技を繰り出しつつ、時に盾で仲間を守ります。典型的な戦士ということになりますね。続きまして、風変わりなレナ人ティオ・ハリム、キャラクターボイスは加瀬康幸さんです。レナ人でありながらダナ人にも友好的な態度をとります。高貴な位の持ち主で、音楽や詩事、古物収集など芸術全般に造詣が深いです。キサラは彼の部下です。コント精霊術の使い手です。コンを用いた技と精霊術の両方を扱います。バランスタイプのキャラクターで、戦況に応じたオールラウンドな立ち回りを得意としています。二刀攻撃型という使い方もできますかね、おそらくは。今回の精霊術というのが、今回の技術みたいなものですかね。過去作では天使術とか天術とか不術とか、そういう術がありましたからね。そういう類のものだと思います。そして一向に立ちふさぐ謎の剣士。今回パーティーメンバー2人に加えて、敵となるキャラクターの存在も明らかになります。主人公アルフェンたちの行く手を阻む黒い剣を持つ男性、謎の剣士です。黒一色の装束に身を包んだ彼は、ただ一振りの剣でアルフェンたちを圧倒するほどの実力の持ち主です。なぜかアルフェンに憎悪の念を持ち、その命をしつこく付け狙う模様です。何かに飢えたその瞳には、人も獣も無双の意志も等しく無価値に見えているようです。キャラクターボイスは不明のようですね。この剣士はおそらく生き別れの兄とか、そういうこういういろいろと闇が深そうな世界ですからね。個人に対する恨みというのも少なくはないと思いますね。テイルズって本当に社会現象みたいなものですからね。人間の悪をうまく表現してますので、そこら辺はいろんな人間がいておかしくないですからね。そんな感じで、今回はこの辺でテイルズオブアライズのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。